はい、皆さんこんにちは。楽天モバイル評論家の元気なおじいです。さあ、皆さんおかしいと思いませんか？元気なおじいの1本目の動画が11時47分、おかしいと思いませんか？そうなんです。何時間楽天モバイルに時間を割いたか、ね。本当ね、ここのとこね、楽天モバイル本当ね、応援する意味でね、おじいもメイン回線移したし、2回線目も移行したし、まあ、なんとか楽天モバイルを盛り上げていこうかなと思ってね、いろいろ考えてたんだけど、やっぱり無理だわ。三木谷の腹黒い腐った考え、これがね、純粋にユーザーを増やせるわけないんだよ。で、なんでかっていうと、今ここに今日朝一番でね届いた。で、本当はね、これまた写真がバカになってるな。まあいいや。ずっとね、朝から本当に朝一番に持ってきてくれて、で、まあ転入待ちで開通するのにね、お届け中のままなんだよね。配達済みにならない。で、これが終わらないとできなかったんだっけかなと思って、履歴を見ると履歴の方から入れるんだね。確か前回もそうだったなと思って、で、転入を開始する。で、このボタンを押すと、まあ、10分から30分ぐらいでね、移行するよっていうことで、まあ、これを、やりました、ね。それで、まあ、ちゃんとこれがね、お申し込みちゃんと開通済みになりました。これがね、で、開通済みになって、このね、APN の設定の方法が、楽天モバイルね、いいちょっと今だけ、一言だけ。三木谷のベッキルって感じで、この楽天モバイル APN 設定っていうのをね、見ると、こういう感じ。ね。名前に、R モバイルと入力して APN ユーザー名パスワードを入れてくださいってね。で、ここに例がない。なんだこれ。で、楽天モバイルの楽天モバイル APN 設定ってやると、バーッと公式のやつがバーッと出てきちゃって、で、僕内容がこれなんでないんだよ。ない。で、インターネットの残されたものを見ると、その SIM のね、この刺さっていたここのとこの左上のとこの APN 設定を使ってくれって、そればっか出てくるんだけど、ないんだよ。で、この中にその iPhone のやつあるけど、 Android の通常の APN 設定がないんだよ。これどういうことかっていうと、楽天モバイルに対応した端末を変えってことなんだよ。で、それ以外のユーザーは使わせねえよっていうことなんだよ。これってどういうことかっていうと、裏技を使うと、ね、裏技で APN 設定をすると、要はこういう、ね、こういう携帯電話ではない、こういう端末、タブレットみたいなのとかでも使うことができるんだけど、そういうのができるのって、この日本の人口の中のほんの一部の情報オタクだけなんだよ。わかる？普通にググっても出てこない。で、いろんなブロガーとかね、ああいう連中のやつを見ても情報が古いとか、あとは、クリティア、クリティア、クリティアって、そのタイトルは楽天モバイル APN 設定って、それで引っかかっても、そこに行くまでにものすごく長くて、実際の感じの内容は書いてないとか、動画を見るとか、ね。そういう嫌がらせのやつばっかしかなくて、もう単刀直入に楽天モバイルの APN はこれっていうのが出てこないんです。
なのでもう9時過ぎからね、もうこんな3時間近くもう一応頑張って頑張って頑張って、で元気なおじいもあの視聴者さんのコメントから APN とかでキーワードで探してももう出てこないんです、 Google のサーチで、うん、なのであの過去の前回の時は過去の視聴者さんの APN 設定がコメントから昔のね、なんかあったような気がしたなと思ったけど、まあ、できなかったんだよね、うん、で本当結論から言うとマイ楽天モバイルと楽天リンクを入れて電話は使える、でもインターネット要はあの電波が使えない、ね、でこれってどうしてこういう仕様にしたのっていうと答えは簡単なんです。ミキタニキャンペーンで5回線まで持たして、でこういうサブで使われるね、これサブでも便利だよみたいに思わせておいて、あの楽天に対応した携帯電話で使わないと APN 設定ができないから、結局あの Wi-Fi とか他の会社を使った状態の非表示の状態のあのね非通知の状態での楽天あのリンクしか使えなくて、結局楽天の回線は使えないから利用実態がない、そういうことになるでしょ。楽天の回線を使えないんです。利用実態がないからポイントはやらねえよっていうね、お金だけ騙し取るっていう、この三木谷の腹黒い魂胆が見え見えなんです、ね、そこまでして仕様を変更するのか、ね、もう呆れちゃってね、言葉が出なくて本当で、元気なおじいはね、本当これ届いたね、届いた時には一応これでね2回戦目が届いたって三木谷キャンペーンありがとうみたいな感じで盛り上げようとサムネを撮っといたんです、届いた直後に。本当はこれがサムネになってね、どんどん盛り上げるつもりだった。でもやっぱり無理だよ。だってもう、ポイントこじきね、そういう連中はできるよ。でもオタク連中だもん。で一般のユーザーはもうオフィシャルにない、ね、APN 設定はできないよ。ネットを探したって嫌がらせのように楽天 の公式情報が出てきて、そこに答えがないんだから、 iPhone だけなんだから。開けれちゃって言葉が出ない、これもそう。 APN 設定って iPhone しかない、 Android はないんだよ。言葉が出ない、開けれて、ね、ちゃんとこうやってね手順で久しぶりにめんどくさいけどパカ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 ねスクショも撮りながらね、本当に今まで入ってない人は初心者の人が多いからね、そんな人にも分かりやすいようにちゃんと文字入れをしたからね、解説作ろうかなと思ったんだよ、ね、でもやっぱりダメだ、三木谷の腹黒さね、それが分かりにくさ、使いにくさ、分かりにくさというか、ただ分かりにくいだけなんだったらいいけど、それをさせないためのね、阻止するための嫌がらせ、スタートした時は謙虚な気持ちでちゃんと APN 設定とかもちゃんとあったね、で、QR コードがあってそれを読み込むと、もう勝手にパンパンパンって設定できた、すごい楽だった。今それすらないじゃん。呆れて言葉が出ないよ。ね、こうやっておじいが作ったんだよ。で楽天ハンドでね、これ今遊んでるからこれでやろうかなと思って、そしたらこれでやろうかなと思ったら、あそうだ、イシムだったと思って、ちょっとこれで。作っていくつもりが、ああ、eSIM だ。じゃあ eSIM に変更して、一回回収しなきゃできないじゃんと思って、で、ちょっと断念したんだけど、で、しょうがないから、アビトパッドを出してきてね。で、このまだボボが有効になっているんで、だここまで最初からこうやってやってたんだよ。わかる？だから、三木谷って腹黒いやつが、どれだけこういう純粋な気持ちを、踏みにじるような、ね。最初、スタート時はさ、
分かりやすい、ね、プランもぐちゃぐちゃしてるね、楽天モバイルは分かりやすいワンプランだって言いながら、ね、一番分かりにくくしてるじゃないか。そうでしょ、コロ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 変えて、ね、この内容だってコロコロ変えて、今まで、ね、インフルエンサーたちが、ね、AP のはここね、ここにあるよ、ここ見てやろうねとかね、あちょっと待って、それしてちゃダメだよ、この裏の QR コード、これを読むんだよとか、ちゃんとね、解説作ったものが全部無駄なんだよ。コロ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 変えるから。結局、三木谷って、バカなんだよ。ね、案件紹介してても、ね、賢い中国人とバカな中国人っているよね。でクーポンコードをずっと発行し続けるのに、同じクーポンコードをずっと延長すればね、そのおじいが作った動画いっぱいあるわけでね、その動画をいつ見てもそのコードが有効なわけじゃん。そうでしょ、こまめに1週間や10日程度で切れちゃうものをね、またコードを変えながらどん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 発行してバカでしょ。お客の気持ちになるとさ、クーポン使うかな、あ無効だった、あなんかすごい損した気分しかないんだ、じゃあやめようって、おじいだったらそう考えるよ、ね、だから三木谷もバカなんだよ。たくさんの人が一生懸命ね普及するための解説を作ってるのに、コロ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 変えるから、ね、だからどんな初心者がそれを見てもその通りにいかない、ね、ほんとね呆れた。でポポの電波がなくなってね、でこれがね、この電波がありませんってなってね、でポポが切れたのかなっつって、でポポを出して、で楽天をここに入れてって、こうやって手順までやって、こんな細かくカシャカシャやりながらやってたんだね。だから時間かかってお昼になったんだよ。それなのに使えない、ね、楽天はちゃんと開通したよっていうメールは来る、シャッシャだけで、ね、楽天リンクもちゃんと使えるニックネーム設定して、ね、でどうしてもソフトバンクになっちゃうので、ソフトバンクを無効にして楽天だけ有効にして、でやっても見つからない、使えないんだよ。だ電話は使えるけどもデータが使えない。だ元気なおじいさ、ものすごい苦労してるよね。前回もそうだったし、最初の頃はタイムラグでね、それで2日待たないと回収できないから、それでイライラしたけど、その後はパッパパッパね、できるようになって、ずっとだから12、3回戦ぐらいやってたよね。でその後なんだよ、もう知らない間にどんどん解約して、どん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 分かりにくくしていった。その意図はどこにあるのかっていうと、嫌がらせなんだよ、端末を変えってことなんだよ。そうでしょ、だ今ポイントこじきやってる人たちはね、もう情報こじきでもあるからね、そういうのにもう詳しい、当たり前でも一般の人にとってみたら当たり前ではないんです。公式の内容をググっても出てこないね、で頼るのはこのマニュアルしかないんです。でそのマニュアルに何もない、わかる？だ楽天モバイルのもうあらかじめ書き込まれた対応した端末以外では使わせないよ。裏技を使えば使えるけど、普通の人はたどり着かないよ、邪魔あるよっていう三木谷の魂胆なんだよ。三木谷ってさ、インチキ野郎じゃん。だってさ、770万回線ね、達成とかしたって、あれって MVNO のやつも入ってるんだよ。
あとなんだっけ、あの非常用回線ね、臨時の、あのもしね何かあった場合、社内とかでね使えなくなった場合、あ衛星とかそういうのに使ってね臨時で使えるという、ああいうビジネス用途のああいうのも全部入れて770万回線なんだよ。それをさもね楽天モバイルがあの750万弱いったんだとかね、でその後すぐに770で1日1万人ペースってああいう嘘の差し替えをする、こういう卑怯な会社なんだ。だから純粋に、おじいはね、ちゃんと APN 設定もネットでね、ググってググって3ページか4ページ目のところでね、楽天 JP で、440のなんか11なんだかと、あと何だっけ、あともう一個、デフォルトウンチャーっていうのね、それを入力したよ。でもダメだよ。登録できないよ。このユーザーはアクセスポイント設定を利用できません。このプラスのところから追加もできない。ひどいもんだ。ひどいもんだ、ほんと。こんなひどい会社があるのか。ダメだ、こりゃ。ほんと。だから、無理。だからそういう端末を買ってる人だけは、それで使えばいいけど、今眠ってるものとかね、あれをこれをでって、そのもともと対応してないもので、純粋な一般の人が使おうと思っても使えないから、増えるわけがない、利用者が。当たり前じゃん。だポイントこじきが期限が来たら、一斉にやめるから減るだけだよ、これじゃ。純粋なユーザーが使えないんだもん。純粋のユーザーメインサブってどんどん使ってもらわないと、そうでしょ、そういう使い方をさせないんだもん。ダメだよ。だっておじいが使えないんだよ。だっておじいが3時間かけても通話しかできないんだよ。わかる？開通はするよ、確かに開通はして楽天リンクはちゃんと使えるよ、非通知で。だって楽天の回線使った時だけだもん、通知できるのは。Wi-Fi を使うかソフトバンク回線使うかどっちかでしか使えないんだから、最低だろ。だから結局このままね eSIM に変えて楽天ハンドでやれば使えるよ。だから楽天モバイルを使ってこれをね車に持ってってちょっとナビ代わりに使おうとか、ちょっと今日出かけるからね東京に行くからちょっと地図頼りに使おうとか、そういう使い方はできないってことなんだよね。自分で自分の首絞めてんじゃん、こんなくったらねえの。何も普通に APN 設定をさせないってどういうこと？来たの？ミキタニ。ミキタニ、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 お前がバカだ、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 ミキタニ、バカだ、バカだ。本当に貴重な残りの人生の3時間を無駄にした。本当バカな三木谷にはユーザーの声は届かないんだよ、ね、だ本当嘘だらけでしょ。分かりにくいコロ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 変わるプラン、楽天モバイルが一番分かりにくい、一番使いにくい、そうでしょ、最悪だ。あのボボですらボーンチって APN 設定出してるよね、公式ページでね。最初はすっごい分かりにくかったよね、ボボって。でもボボはそういうクレームとかそういうのに対応してどんどん良くなって進化していった。
だからポコポコ叱るようになったおじいでもね。ところがだよ、楽天モバイルはその逆を言ってるからね、どんどんトラップを仕掛けてどんどん近づくさせる。どうやってこれをさ、おすすめしろっていうの？はっきり言って悪人しかやらないじゃん、楽天のインフルエンサー。悪人しかいないじゃん、まともな人間いないじゃん。そうでしょ？なんでかわかる？類は友を呼ぶって言うんだよ。腹黒い悪人には腹黒い悪人のインフルエンサーしかつかないんだよね。だからおじいみたいのは蹴られるってことなんだよね。いや本当ね、もう呆れちゃって言葉が出ない。呆れちゃって呆れちゃって言葉にできない。はあ、はい、そんなわけでね、楽天モバイル2回戦目ね、楽天モバイルの電波が使えることなく楽天リンクだけ使うことでお金を払ってね、ミキトニキャンペーンのポイントが入ればいいけどね、うん、利用の実態がないなんて言われたらもう乗り込むぜ、本当。ホームセンターからパイプ買ってきてね、そこら辺のところでね、火薬、地練りでこうコロ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 2キロぐらい作って乾燥してね、おじいはわかるわ。昨日なんか夜山上のやつやってたね、本当ね、もう気持ちがよーくわかる。山上哲也の気持ちがよーくわかるね。あいつの気持ちが痛いほどわかるね。はい、そんなわけでね、人生を無駄にしましたというお話でした。終わり。